はい、でもさです。いや、無事勝利ということで、まあ、珍しく久しぶりにクリーンシート1-0で完封ということでね、まあ、今回は結構守備が光ったシーンが多かったんじゃないかなと思います。流れのいい前半のうちから、まあ、先制点を取って、まあ、しっかり決めきるっていうところでね、結果が出てたので、まあ、後半も入りやすかったんじゃないかなと。まあ今までだったらそこから追いつかれてどうするかっていう流れが多かったんですけども、まあ、しっかりとゼロで抑えたっていうのは、いい傾向かなと思います。はい、では早速振り返りしていきたいんですけども、まあ、こちらですね、まあ、布陣的にはまあ固定のメンバーということで、まあ、宇佐美はまあ出れないということなので、このような布陣と。で、まあ、ウェルトンもこの位置、まあ、大方固定メンバーですね。で、このメンバーの中で、で、まあ、特に今回、まあ、守備の面から言うと、やっぱりこの2人、そして、まあ、言うても黒川のクロス精度。で、前半のうちから結構左、この黒川が上がって、ワンタッチでクロスを上げるっていうシーンが何度かあったので、まあ、これはまあ先制点の布石かなっていうような感じでしたね。何回も繰り返すことによって、まあ、よりチャンス、まあ、決めることができるというような流れができていたので、まあ、そういう数を増やしていけば、まあ、より、得点も増えてくるかなというような感じだと思います。で、今回、まあ、雨の影響が大きかったと思うんですけども、まあ、なかなか一森からのパスが通らないというか、ミスキックも多かったので、まあ、今日はちょっと一森の、まあ、精度は低かったんですが、まあ、セーブという意味ではもう一級品ということでね。まあ彼はすごいですね。まあ、あの至近距離止めちゃう。で、1回味方が触った、ウェルトンかな、ウェルトンが触ったんかのボールが、まあ、こっちにゴールに向かってきたのを弾くと、味方に当たってもしっかり弾けるっていう、その瞬発性っていうのはかなり、高いものがありますね。で、やっぱり、まあ、今日の試合に関しては、まあ、全員が守備をして全員が攻撃できてたかなと。で、まあ、しんちゃんもね、まあ、ところどころもう前線に上がっていってっていうシーンもありましたし、まあ、逆にこう一森がキックミスした時なんか一目散にね、もうゴールまで戻ってカバー入ってましたし、まあ、そういうところの危機察知っていうのはね、かなり長けてる。まあ分かってはいますけども、さらに感心させられるなっていう感じでしたね。で、福岡も上がるときは上がって、で、まあ、なんならこう左サイドの位置まで上がってたりもしてたので、まあ、こういったディフェンダー自体もまあ攻撃参加できる。そして、まあ、福岡ボール後ろで回しながらもドリブルで前に運んでいけるっていうところも魅力的ですね。まあ何度かチャンスはあったんですけども、まあ、前半15分で相手のクリアに対してしんちゃんが拾ってすかさず、まあ、黒川はね、中央に来てたので、そこに流して黒川のスルーパス、まあ、先頭にいる坂本にドンピシャといいスルーパスが入りましたので、まあ、これはもう決めてくれるやろうっていうところで、まあ、小島のセーブということでね、まあ、あれは決めてほしかったなっていう気持ちでいっぱいなんですけども、その直後17分、まあ、坂本からのこぼれに、まあ、鈴木徳馬と、で、相手マイケル・ジェームスが、まあ、タックル来るんですけど、まあ、それうまいことね、ファールもらいに行くような感じで、滑ってくるの分かってるっていう感じでしたよね。で、そこをかわして、黒川にパスを出してからのワンタッチパス、クロスからの山田君だ。まあ、ここもね、最高でしたね。まあ、ドンピシャも決めるだけっていう、まあ、本人言ってましたけど、まあ、それでもまあ、しっかり決めきると。まあ、あれはね、結局、キーパー正面じゃ、止められてしまうので、まあ、ちょっと叩きつけるシュート取りにくいところに落とすというところで、まあ、しっかり決めきって先制点、うまいですね。やっぱりこう山田浩太がしっかり点取って
して、まあ、点に絡んでっていうところで、うん、増えてくると、まあ、よりね、うん、チームとして乗ってきますし、やっぱり離脱してた期間が非常にもったいないというね、もう 今やもうガンバの顔になってますからね、まあ、ここの今年の即戦力っていうところで鈴木徳馬、山田、で、まあ、山下はちょっとね出遅れ感ありましたけども、まあ、この辺りがねしっかりと結果出してもうレギュラー定着してますから、うん、まあ、ここはもう硬いですね。でそこから追加点が欲しいところなんですけど、なかなか、うん、チャンス作れず、逆に新潟ペースになってしまうという、まあ、時間帯も増えまして、でまあ一番大きなシーンとしてはやっぱり42分、前半42分で、まあ、コーナーからのあの3連発ですよね。あれを全部止め切ると、まあそこやっぱり震えますよね。まず一森がセーブして、まあ、こぼれ球をしんちゃんがヘディングでカバーして、でその後込みのシュートを一森がセーブすると、まあ、コミのねシュートもね枠いってますからね、あれまあ普通だったら決まってもおかしくないようなコースですけど、まあ一森がしっかり弾き出すと、やっぱりそういうところですよね。やっぱりガンバが今まで、まあ、失点少ないと言われてきた理由っていうのはそういうところですよね。しっかりしんちゃんがそこのポジションを取ってカバー入ってるっていうところと、でまあ、コース限定させて一森がセーブしやすいように、連携してるっていうところで、まあ、これだけ失点数減ってるのがもう出たシーンかなと思います。後半入ってからも新潟ペースでしたし、なかなかガンバがチャンス作るシーン少なかったんですけども、まあ55分、まあ、新潟のロングボールに対してやっぱここがね、うん、ガンバとしては弱点ではあるので、まあ、そこは気をつけないといけないところだったんですけども、まあ、福岡がねしっかりカバーに入って込みを抑えると、まあそこもねスライディングでしっかりボールに行ってますから、ああいうところでね、まあ、ここで PK ってね言われがちなね、まあ場所ではあるので、まあそこをしっかりとね抑えてしっかりボールにチャレンジできたっていうところと、抑え切ったっていうね、やっぱり福岡の成長度合いがねもう今年だけでえげつないほど上がってるんですよね。やっぱりね一緒にやってるとね、そら経験値上がりますせと、さすが100試合達成おめでとうというところでね、やっぱりゲンターがいないなりにね、そしたらもうしっかりここが育っていくと、しっかり経験を積んで、もう今やもう欠かせない存在になってますから、ここは非常に頼もしい2人センターバックですね。で今回まあ、采配といいますかベンチワークとしても、まあ、しっかりファンアラーノを入れて、でまあどっちかっていうと点を取りに行くっていう感じよりかはしっかりボールキープしながらっていう、で、カウンターを食らわないっていうようなね、そういう守り方ができてたかなと思います。でカウンター食らいそうになっても起陣が早いということで、まあ、やっぱそういう意識はかなり高かったかなと、まあ、三藤も入り岸本も入りで、まあ、ジェバリもね、まあ、ポストプレーという意味合いではかなりね効いてましたし、でキープしながらで、やっぱり容疑いるのがね、あのコーナーでもう残り3分あったけどコーナー残り3分やるんかって思いましたけど、まあ、一瞬でねコーナー外されてましたけどね、まあ、そういうところで、まあ、時間を使うっていうところは非常にね、まあ、岸本はまあ、解説の方も言ってましたけどうまかったですね。まあ、相手にボールを当てたりですとかで、まあ、コーナーにしたり、まあ、ボール
を動かしキープしながらも、まあ、時間を使うシーンを作っていくと、うん、セットプレー作っていくっていうところでは、まあ、非常にねその見えないところのこうしたたかさというか、まあ、クレバーさが見えますよね。で私の個人的な、まあ、この試合の MVP ですけども、まあ、基本点取った人を言わないんですが、まあこの試合を通じて全体を通して、まあ、一番輝いてたとすれば、まあ、鈴木徳真かなと思います。やっぱりこう試合をまあ支配するにあたって、まあ、ガンバがボールを持つ時間っていうのをどうしても増やしたいですし長くしたいっていうところで、まあ、鈴木徳真がまあ至るところに顔を出してボールもらいに行くキープしに行くでさばいていくっていうところで最初ここにいたのに今度行ったら右サイドおるしでと思ったら今度福岡としんちゃんの間の一番もう一森の前にいたりとかそういうところでもう動き回るというところですよね。いろんなポジショニングしながらボールを収めに行くこう回収しやすい場所に行くと、うんまあ、これだけ動けてやっていくっていうのはかなり、まあ、今日の試合効いてたんじゃないかなと思います。続いて順位表ですけども、まあ、1位神戸69勝ち点1積んだんですね。柏に追いついたということで、まあ、大迫がねあんだけ滑ってましたけどもまあそれでも追いつくっていう、うん、やっぱりこういうところなんでしょうね。で広島が勝ちましたので68積んで2位ということで勝ち差1ですよ。で5対1で得失点差もね4積んでるんでもう31に乗せてますね。で町田が京都に勝ちましたのでここも66積んでいく勝ち点差が、まあ、首位と3差ですね。でここからまあガンバ負けてはないんですよね。リーグ戦ね直近でそんな負けてはないんですけども63積んで、この位置とで鹿島も勝ってるということで、でヴェルディと川崎、まあ、ここすごい試合ですよね。4対5、結局川崎先制して2点差つけてヴェルディ追いついてまた2点差つけて追いついてで勝ち越すっていう、2回ヴェルディにねこう期待させておいて落とすという残酷な人たちですね。でマリノスもねやっぱり点取りますよね。2対3で、まあ、逆転勝ちですよね。確か湘南が先制してましたよね。でまあセレッソ負けてる東京負けてる福岡も浦和に勝ってるんですね。でやっぱり気になるのが残留争いということで、まあ、札幌は今日の試合をせずとも降格が決定していたというところで、ジュビロは勝ちましたので勝ち点38積んで、で17位、新潟ですね41、柏41、まあ、ここの三つどもえっていうところになりますけども、まあジビロとしてはもう勝つしかないっていうところで、勝ち点差は3差で、まあ、まだ分からないっていうところもありますし、でもちろん柏新潟引き分け以上で残留決まるっていうところですが、まあ、仮に勝ち点詰めなかった場合得失点差でいうとそんなに差がないんですよね。特に新潟マイナス15でジュビロは18ですから、で柏が若干分があるかなっていうマイナス11なので、まあ、この差ですよね。そうなってくると新潟どうかな、新潟
岩田で、ジュビロもね、岩田もジャーメイン何点取るか分かりませんから、まあ、そうなってくると、うん、本当に分からないところになってきますね。次節は12月8日日曜日14時からホームで広島戦最終節でございます。まあ、ここはね、まあ、言うても広島勝つしかないんでね、ガンバとしてはもう関係ないですから、まあ、しっかり勝つ、目の前の試合しっかり取るという意味で、まあ、より高い順位で終えれるように、応援していけると思います。相手は移籍情報でございますが、スポーツ報知さんの方から、柏の細谷を通るという情報が出ております。まあ、名古屋と、まあ、ガンバが名乗りを上げてるっていう記事ですけども、まあ3億なんぼ出してっていう形だそうですけども、まあ、ガンバとして、まあ、来てくれるもんにはね全然ウェルカムですけども、どっちかっていうともう海外に行くんじゃないかって思ってたところ、まあ国内志向ということで、まあそれならいてくれるんなら来なさいよっていう感じではありますけどね。まあまあフォワードとして、まあ今年はねそんなに、まあ、まあ柏の現状もそうですけども、あんまり点を取るイメージはなかったですが、まあそれ以前はねやっぱりストライカーとしての本質高い選手ですから、まあ、ガンバに来て、まあ、山田浩太と、まあ、どう連携をするかっていうところも見たいですし、まあ、なんせガンバで点取ってくれるんなら、まあ、全然もう来てくださいというような感じですね。でアンロペに関しては、まあ、大方マリノスの怒るんじゃないかっていう感じ出てますけども、まあまあそうですよねっていう感じですね。こんな感じで適当に言ってますけども、もし何かありましたらコメントの方に残してもらえたらなと思います。また移籍情報もね、出次第まとめて出していきたいと思いますので、また見ていってもらえたらなと思います。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。